はい、では今日も原発事故関連のニュースにつきまして、京都大学原子炉実験所助教の小出博明さんにお話を伺います。小出さん、今日もよろしくお願い申し上げます。こちらこそよろしくお願いします。今日は毎日新聞論説委員の近藤真嗣さんと一緒にお伺いしてまいります。よろしくお願いします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。小出さん、今日はですね、はい、スタジオにリスナーの方から質問がたくさん来ておりますので、はい、それを順番にお聞きしていこうと思っております。よろしくお願いします。はい、いろんな質問がありまして、まずはこの質問を参ります。東京都のラジオネーム30女さんという方ですね。私の実家は福島県郡山市内の中で最も放射線量の高い場所にあります。子供の頃によく遊んだ近所の大きな公園は現在立ち入り禁止となっています。家族の者がガイガーカウンターを借りて周辺を測定したところ、近所の公園からは 4.7 マイクロシーベルト、家の庭の芝生部分から 5.4 マイクロシーベルト、家の門から庭の横を通って玄関までのスロープの部分からは 2.7 マイクロシーベルトという結果が得られたようです。で、場所によってばらつきがあるようでしたが、芝生の値がかなり高いため刈ることもできずに雑草がどんどん伸びてきているようです。これはどのように対処したらいいんでしょうか。触れずにそのままにしておくのがいいのか、芝生に触れないような格好で刈るのが良いのか教えてください、よろしくお願いします、という質問なんですが、難しいですね。普通の日本という環境でいうと、いわゆる空間のガンマ線量というのは1時間あたり 0.05 ぐらいが普通です。0.05? はい。ですから、まあ、ほぼ100倍近いことになっているわけで、福島原発の事故で飛んできた放射能が降り積もっているわけですね。で、それは、もしそこで子供さんがいて、子供さんが遊ぶとかいう場所であるなら、私はもちろん芝生は刈らなければいけないと思うし、はい、むしろ芝生を全部剥ぎ取った方がいいと思います。そうではないなら、もうもしお年寄りだけならば諦めてそのまま過ごすという、はい、選択もあると思います。でも除去しようと思うならば、もう芝生を剥ぎ取ってという形でも、はい、子供さんがいるならば必ず剥ぎ取ってほしいと私は思います。わかりました。ちょっとそれに関連してですね、こんな質問も来ておりますので、はい、こちらは東京都のラジオネームぶんぶんさんという方ですね。20日の放送を聞いての質問です。福島の土壌汚染を5センチ引っぺがせとおっしゃっていましたが、はい、とても重要なことだと思います。本当ならば福島の人全員避難させたいともおっしゃっていましたが、はい、土の除染でどれだけ大丈夫なんでしょうか。放射能が降り続けることで、ところでどうしたらいいんでしょうか。ダメ元の質問ですが、答えがあるのならお答えよろしくお願いします、という質問なんですが、はい、まずその今のご質問の中に大丈夫という言葉がありましたけれども、はい、被爆に関しては大丈夫という言葉を使ってはいけません。安全だとか安心だとか大丈夫だとか、そういう言葉は絶対に使わないように注意をしてほしいと思います。はい、どんな被爆でも必ず危険があります。ですから、もうどこまで受け入れざるを得ないかという、それだけの判断です。私は今とにかく子供が遊ぶような場所は表土を剥ぎ取ってほしいと言ってるわけで、はい、それを剥ぎ取ると多分被爆の量は10分の1に減ると思います。その場所ですね、はい、ですから子供が何時間かその場所で泥んこまみれになって過ごすという場所は多分5センチ剥ぎ取れば10分の1になると思います。で、今汚れているのは3月の中頃に大量に、ね、福島の原子力発電所から飛んできた放射能が降り積もった結果です。で、これからまた大量に放射性物質が大気中に放出されるという事態になるかどうかというのは私にはよくわかりません。なってしまえばまた表土が汚染されるわけですから、また剥ぎ取らなければいけなくなるかもしれません。でも今のところは、その3月の半ば頃に比べると空気中からたくさん降り積もるということは今はなくなっていますので、まずは剥ぎ取ってほしいと
というふうに私は願っています。なるほど。これまで降り積もったものを除去するために、はい、5センチの厚さで、土壌を剥ぎ取るということが大切なわけですね。はい、わかりました。そして次のメールはですね、こちらはドイツからいただいております、はい、ラジオネームノーネームさんという方なんですが、元原子力企業上級副社長のアーノルド・ガンダーセンという人がこんなことを言っていますと。今も福島原発の露出された原子炉と炉心からは何ミクロンものセシウム、ストロンチウム、プルトニウム同位体などのホットパーティクル、放射性物質の微粒子が放出され続けているのだ。科学者たちは日本のいろいろなところで、そして東京でさえもこのホットパーティクルを検出している。ホットパーティクルは車のエンジン、エアフィルターにくっついている。福島や東北など、福島や東京などでは放射能汚染されたエアフィルターなんていうのはごく当たり前のことで、遠いところではアメリカのシアトルでも放射能汚染エアフィルターが見つかっていると。小出先生、私たちはこのことをどう理解したらよろしいんでしょうかという質問なんですけれども。福島の原子力発電所は要するに壊れてしまったのですね。はい、で壊れてしまって、大変高温になった状態でたくさんのいろいろな種類の放射性核種が空気中に出てきました、ええ、でそれはほとんどはものすごい細かな微粒子になって空気中に飛び出してきて、それが風に乗ってあちこちに汚染を広げているのですね。でその細かい微粒子のことを私たちはホットパーティクルと呼んでいて、もしそれを呼吸で取り込んでしまうようなことになると、例えば肺なら肺の吸い込んだ粒子がくっついたところに局所的な大量の被曝を与えるという、はい、そういうことになりかねないということで昔からこのことは危惧されています。うん、で多分、まあ、特にそのプルトニウムというのはアルファ線という放射線を出すのですけれども、本当にそのプルトニウムがくっついたその組織筋膜だけを大量に被曝をさせますので影響が大きいというそういう推定もあります。だからまあ注意はしなければいけないし、特にそのアルファ線を出すようなものについてはどれだけあるかということをしっかりと調べておく必要はあると思います。ただ今現在のところで言えば、私はそのプルトニウムの被曝よりはやはり事故が起きた直後は要素、現在はセシウム、はい、そして、まあ、これからのことで言うならばセシウムとプルトニウムという、その各種の被曝が中心になるだろうと思っています。距離が離れたとその原子力発電所の近傍はまたプルトニウムが問題になる場所があるかもしれませんけれども、遠く離れた場所というところで言うならばやはりセシウムとストロンチウムに注意をするというのが一番いいと思います。今の先生のお答えに、ね、関連する質問だと思うんですけれども、はい、今度は奈良県の王子のおじさんというラジオネームの方から、はい、来ております。私は奈良に住んでいるんですが、周りには原発に無関心な人が多い気がします。特に私の母は70歳を超えているんですが、日本で起こっているこの大変な出来事を全く人事のように暮らしております。先日も私が関西にも放射性物質は降り注いでいると言ったら、母は家の中ではいいけどそれを外で言うなと言われる始末です。私の頭が変になったと思われています。そこで小出先生に質問なんですが、ここ関西にも微量であるにせよ放射性物質は飛んできていると思うんですが、その認識は間違っているんでしょうか。間違っています。もちろん関西だけではありません。九州だって沖縄だって、もっと言うなら米国だってヨーロッパだって、もう全部の地球に福島原子力発電所から放射能が広がっていってしまっています。ですよね。この方が言ってる通り関西にも放射性物質は降り注いでいるというのは間違いではないんですもんね。間違いではありません。ただし、降り注いでいる量というものが福島の原子力発電所周辺はものすごい濃密であるし、関西に飛んできている量はそれに比べれば随分薄まっているというそういうことなのですね。ですからもちろんちゃんと注意をしなければいけませんけれども、注意をするときに自分の身が心配なのか、あるいは奈良ならならの子どもたちが心配なのか、あるいはもっと言うなら福島の子どもたちが心配なのかと、
きちんと何が一番大切なことなのかということを考えてほしいと思います。はい、あともう一つすいませんお願いします。ラジオネーム小池由香さんという、奈良県の方なんですが、はい、文殊の落下装置23日にも引き抜きという報道が出ましたが、文殊で落下した装置の引き抜き作業は果たしてうまくいくんでしょうか。またもし作業が失敗した場合爆発する危険性はあるんでしょうか。大変心配です、よろしくお願いしますといったメールが来てるんですけれども。はい、この私も心配です。文殊という原子炉は大変特殊な原子炉で、はい、福島の原子力発電所を含めてほとんど全ての原子炉は炉心という部分を水で冷やすことができるのですが、はい、文殊という高速増殖炉という名前の原子炉ですけれども、それは原子炉を冷やすために水が使えないという宿命を持っていまして、水を冷やすためにナトリウムという物質を使っています。その物質は大変化学的な活性が高くて、空気に触れると火事になりますし、水に触れると爆発するという、そういう物質なのです。でそれで原子炉を冷やそうとしたわけですけれども、その、冷やすためのナトリウムがある場所に燃料を交換するための中継装置というのがもともと使うのですが、それを落としてしまったのですね。はいはい、それを引き出そうとするわけですけれども、空気中に引き出せばナトリウムが火事を起こしますので、その引き出す場所全体を覆うような特別なまた部屋を作らなければいけないし、中継装置全体を引き出そうと思うと重量が多分10トン近くになると思いますので、かなりの力のあるクレーンでないとそれが引き出すこともできないということで、本当にそういう作業を全く空気に触れないままできるのだろうかということは、とっても難しいし、もちろん配慮をしながらやるのでしょうけれども、万一空気に触れてしまえばそれで火事になると。はあ、火事になった時に、福島の場合には燃料が溶けそうだというので水をジャージャーとかけることができたわけですけれども、文殊の場合には水をかけることすらができないんですね。ですからもうほとんど手をこまねいて見るしかないということになりますので、大規模の火災に発展するという可能性はあると思います。なんとかそんなことにならないことを願っています。福島よりもさらに難しいような状況になってしまう可能性もあることだということですね。もし事故が起きればもう福島の火ではありません。先生、これ95年にはナトリウム漏れ事故がありましたけれども、そういう意味では潜在的な危険性というのは本当にもう他の原子炉とは比較にならないと。そうです、そういうとてつもなく扱いにくい原子炉です。そういうことですね。はい、わかりました。小出先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。京都大学原子炉実験所助教の小出博明さんにお話を伺いました。